お仕事ということで無事起きれました。おはようございます。よし、今はメディキュットハキハキタイム。メディキュットおはようございます。もうめちゃくちゃにすっぴんです。もうザすっぴん。おはようです。ございます。やばい、もうめっちゃ全然寝れんかった。いやでも昨日は本当に30分ぐらいしか寝れなかったんですけど、今日はちゃんと寝ました。もう帰ってきて速攻お風呂入って、で二ほどきとかして寝れたは寝れたんですけど、でもあ今日もでもね移動時間があるので今日もね寝れるんですけれども、今日はもう眠いです。さすがに眠い。でも明日はね朝ゆっくりっていうか、明日はねお休みなのであれなんだけど、明後日も朝早いんだよね。めっちゃ充実しとる。幸せです。よいしょ、ちょっと待ってね、一回画面外に行きます。よいしょ。今日はでも帰ってお仕事終わって帰ってきたら配信できると思います。全然余裕で。今日は早めにお仕事が終わるので、なのでまた夜配信でお会いしましょうって感じです。おはようございます。みんなゲリラなのに早ない？日曜日やのに早ない。みんな早起きやね。おはようございます。ゆきさん、ハートクックさん、バラもびさん、ハートひろさん、とりあしさん、かわいい豆太郎さん、ルーペ、てねうなぎさん、プチさん、帝国さん、せいさん、ルーペ、帝国さん、ハート、カズさん、帽子、ユイさん、リモスト、ありがとう。うわ、これからお仕事頑張ってください。頑張ってください。頑張ろう一緒に。でも今日のお仕事ね、楽しみのお仕事なので、マジで楽しみ。二度寝しますだって。いっぱい寝ましょう。寝るときに寝れる、寝れるときに寝ましょう。すごいもうすっぴんな状態でめちゃくちゃ申し訳ないんですけど、昨日はギガソニーありがとうございました。ランウェイステージにパフォーマンスステージと2つのステージ、すごく楽しかったです。もうねもう今はすっぴんでね、ほんまに昨日ランウェイ歩いとった子かって思われちゃうかもなんですけど、めっちゃランウェイ歩いてます。緊張しつつもルンルンで歩いてました。おはようございます。おはようございます。おはよう。ラウェイお疲れ様、ありがとう。お、8時間も寝たの？いいな。そう、今日は4時間ぐらいかな。4時間ぐらい。でも昨日ね、帰りの新幹線ね、もうほぼ爆睡してたので、ほぼ爆睡してました。そう、STU48 はトップバッターで、さらにトップバッターだったもん。
もう一番だった。私は日傘に楽しかった、ありがとう、嬉しい、おはようございます、おはよう、おはようございます。一緒に今日も一日頑張っていきましょう。そう、今日はね朝寒いかなと思って長袖を着ました。これはね去年みちさんからいただいたお洋服の一着。福さんハイト、天然おなぎさんルーペ、コケンさんハートありがとう。関東も寒い、関東寒かった、広島より寒かった昨日、びっくりしたよ。緑、そう、これは去年みちさんからいただいたニットのショート丈の、ちょっとショート丈、めっちゃシワシワになってしまってるけど、ショート丈のなんかトップスです。に私はもう今日は超シンプルな黒のフレアパンツを合わせました。スタイリッシュ。波尾くんさんありがとう。ルーペおはようございます。お、運転中なのラジオでおはよう。今日は無事ちゃんと起きれた。ちょっと不安やったんよ今日起きれるか。でもしかもね、その昨日新幹線、帰りの新幹線寝てたから寝れるかも心配だったんですけど全然寝れました全然ぐっすり寝れました。チップさんハートありがとうございます。九州大雨、でもなんか広島も雨っぽい予報でした。今日は悲しいよ。釣り吉さんルーペありがとうございます。今日のお仕事おはようございます。新幹線の睡眠浅かった。いやでもね結構寝てました。夢、私新幹線で寝るときってあんま夢見ないんですけど、昨日は昨日も夢見ることなく気づいたら、どこぐらいかに寝てたの、夜ご飯を食べた後だから多分横浜ぐらいから新神戸までは寝とった確率。でその後にもう一回寝たけど3時間ぐらい寝たけど、あ、2時間半ぐらい寝たけど新神戸からもまた寝たし結構寝ました。すぐ寝た、ご飯食べたらすぐ寝た。おはようございます。確かに室内の温度ね、確かにあっという間にもう気づいたら20、寒いね、マジで寒いね。今日も準備配信でごめんね。今日は朝せんとこうかなと思ったんよ、そのギリギリに起きたら、まあ、夜できるかなと思って朝せんでもいいやと思ったけど、いや、シナの空はショールームをしないと一日がスタートしないということで配信を始めました。一応ね6時ぐらいからアラーム鳴らしてて、その早めに起きれたら配信しようかなって感じだったんですけど始めました。予約を入れてなかったんでゲリラでしたから、なんかみんな来てくれて嬉しいよ。そら夜はちゃんと時間入れるね。
今日はねリリリさんの生誕祭がね夜にあるのでそちらが終わってからですね配信は。おはよう。確かに新幹線で出るとき、いや私も新幹線で出るとき、すごいよ。もう朝で起きたら目覚めたら絶対に首痛めてるすごい寝方すぎて。おはようございます。そう結構寝れます新幹線。髪の毛ヘアアイロン、ヘアアイロン通しただけなのにめっちゃサラサラ。なんだっけヘアオイルストレートにしたけどヘアオイルつけてないのにいい感じ。あれ？あった。し日帰りでしたよ。みんなの写真見たけど俺の好きな子、お嬉しい。そう私はねあのジーパンにスウェット、あのボトムス、ジーパンのボトムスにスウェットって感じでした。他の方とかは、まあ、スカートだったりとかもう結構ちょっと厚めなニットの方とかいたんですけど、私は今回そこちゃんと私は結構ボーイッシュめなカジュアルなお洋服。おはようございます。そうモーニングルーティーン、このあとあれもしたい。掃除機かけたいよ。今日とて掃除機かけたい。おはよう。今日とて、ギリギリお家出るギリギリまで配信しようかなと思って。ちょっと掃除機をさせてください。まあ今日も髪の毛めちゃくちゃバチバチとかにしてなくても大丈夫。よいしょ、よし。かまちゃんさんお疲れありがとう。ダレルンさんハートありがとう。昨日のラーメンの全然私物、あれね私物じゃないしね。めっちゃ可愛かったの形が、このフレアパンツが可愛かったんだけど、後ろの真ん中らへんがこうちょっと切れとってんね。真ん中じゃない、後ろの真ん中の足先の方が切れとって、センターなんちゃらっていうのかな、切れとってめっちゃ可愛かったの。めっちゃ可愛かった。ジーパンまた欲しいな。タカケイさんありがとう。レインボースターおはようございます。 STU48 ドラウト3期生の品野空葉です。20歳の兵庫県出身です。また本日の夜はですねメイクがお仕事終わりで、多分もうメイクバッチリ品野空葉だと思うので、またルームフォローしてない方はぜひルームフォローして遊びに来てくださると嬉しいです。おはよう。王さん、オーマイ
ジャルさん、レインボースターありがとう。スリキチさん、コバありがとう。パンジェラモンスターさん、カマちゃんさん、ルーメハートありがとう。天然うなぎさん、バラ、トシアさん、バラ、ミツキノコさん、ハートありがとう。服はですね、もらえてないです。もうあれ終わった後、すぐにあのパフォーマンスの方の衣装に着替えて、めちゃバタバタだ。昨日はもう着いてすぐ着替えて、あ、メイクしてとかだったから、他のね、こう出演者さんとお写真撮れなかったです。そう、ランウェイステージの時にでも他の、ね、方と撮りたかいなとか思っとったけど、昨日は想像以上にバタバタでした。おはようございます。おはよう。今日のお仕事はどんな髪型にしようかな。どんな髪型だろう。またそれもどんな髪型になったのかは、また夜配信で。しかもまたラーウェイのこともね、詳しくまた話しますね、夜配信。この時間帯はゲリラだから、きっと見に来てくださってる方もね、まあ初めましての方とかもいらっしゃるだろうし。タリくんさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。トップで出るのはね、なんか一昨日とかに知ってました。でも言っちゃダメじゃないですか。やけみんな難しいかな、まあ、みんなもうカメラ構えとるんかと思った。結構なんか一番だったから撮れてないって方が多かったそうなんですけど、みんなてっきり構えてると思ってたけんさ、でもそれはもう仕方ないけど、ソラハに問い詰められてもそれは困っちゃうって感じなので。おはようございます。おはよう。よし、準備をするぞ。準備をしたらあれをします。掃除機をかけます。そう、一番は緊張しました。さこちゃんと一緒に、ずっと言ってました。どうする、ポーズどうする、さこちゃんはどんなポーズするの、もうどうしようどうしようって、もうどっちが年上なんやったぐらい私はもうアスアスしてました。だからさこちゃんが大丈夫です、そんな、私も緊張してますけど、そんな気合わない、大丈夫って言ってたんで大丈夫ですよってめっちゃ励ましてくれました。本当にって、頑張るね、さこちゃんありがとう、頑張ろうねって言って、さこちゃんがち先輩かもと、プロかもと、やばいよーとか言ってた、そら無理だよって、どこでポーズ決めるかも分かんないよって、バッテンって何とか言って、もう汗汗してました、ずっと。まずさこちゃんでもう嬉しかった、ゆくみさんも一緒だ。
もうめっちゃ焦ってましたよ。もうめっちゃ焦りまくりでした。焦りまくり。よし、それでは掃除機の儀に、掃除機の儀にって何、掃除機の儀式に参りたいと思います。皆さん、掃除機の儀式をしますので、イヤホンの方はご注意ください。イヤホンの方とか、しかも結構掃除機の音めっちゃ激しい系なので気をつけてください。それではやっていきたいと思います。いきまーす。戻ってきました。あ、今日はっていうか毎日飲んでいるファイブミニー、ファイブミニー、私の最近の相方です、ファイブミニー。しっかりお風呂じゃないわ、布団の上をシュッシュして終了。おはようございます。食物繊維摂取しないとなので、しかも今日は本当に今ねめちゃくちゃデブ期なんですよ。もうやばいぐらいデブ期なので、飲み物でお腹いっぱいにさせよう。でもね、こういうさ、なんか朝お仕事がある日って、まあ、朝から起きるじゃないですか。でなったらさ、まあ、朝お腹空いてくるじゃないですか。ちょっと行動してたりすると、まあ、でも空かない時とかもあるけど、でしかも長時間移動の時だとこういっぱい食べとかないとこう酔ったりとか、まあ、お仕事中にねお腹空いたってなってもダメじゃないですか。だからちゃんとご飯を食べるようにしてるんですけど、ってなると体重が増えちゃうんですよね。お仕事が続くとすごく幸せなんですけど、増えちゃう、体重が増えちゃう。おはようございます。デジャブ、そうだよ、昨日の昨日と同じやないかい。アレクさん、あとありがとう。おはようございます。もうやめてよ、もう後反応されたじゃん、怖い。これもデジャブそう、ルンバではなく有線のねやつ
スなんですよ。もういろいろデジャブすぎる。やめてよ。おはようございます。そうなの、静かなうちにブーブーだって。昨日は帰ってきてから板チョコアイス食べたし、あのお菓子新幹線で、あのちっちゃいサイズのタケノコの里とか、あとアーンパンの幸せキャラメルとか、お菓子も食べたし。え、聞いて、皆さん、また関東で美味しいもの見つけました。コンビニの美味しいもの見つけましたよ。ヘルシーで美味しいもの、今日のメールで紹介しちゃおう。柴さん、ありがとう。コンビニのおかず系なんですけど、多分関東限定だと思う。見たことなかったの、広島で。ケーピー、うう、なんかね、ヘルシーだけど、まあちょっとね、塩分高めだからあれなんだけど、また紹介します。これこれは絹豆腐に八宝菜の上の野菜あんかけが乗ってるやつなんですけど、新発売って書いとってね、めっちゃ気になってね、そう買ってみたところ、美味しかった。新幹線前に、え、どうしよう、何食べようかなと思っていろいろ見てたら、え、美味しそうじゃんと思って、そうこちらを食べました。おはようございます。塩分しっかりとるよ。またメールで紹介します。そう、え、広島にない、見たことない。え、なんで知ってたのか、いいな。ないんだよね、こういう、このね、絹豆腐シリーズ、絹豆腐に何かのやつめっちゃ好きやけんさ、広島にも来てほしい。炭酸がすごい。よし、今日の朝ごはんは何にしようかな、どうしようかな。よし、しめさば食べようかな。しめさば、炙りしめさば食べようかな。うん、私の大好きな炙りしめさば、最近ハマっているしめさば。みんなはこの後煮だねしたりとかね、お仕事だったり、今日はあの公演がねあったりと、皆さんいろいろあると思うんですけれども、さば、今日はすごく本当にね楽しみなお仕事ということで、もうね、なんか頑張るだけど、でも楽しみの方が強いっていうお仕事なので、また随時お仕事の合間合間あると思うので、メール送ったりとかしていきたいと思います。Aランチさん、ルーペとハートありがとう。しめさば、はじけらじないってないよ、さすがにね、さすがに。あとですね、昨日はですね、結構夜っていうかギリギリにですね、あのランウェイステージ
出ましたっていうのをポストしたんですけど、あの後で私ももう一回ねリツイートしよっかなと思うんですけど、あの引用リツイートだったり引用ポストだったりリポスト、そしてねあのいいねとかをねしていただけるととてもとても嬉しいです。やっぱねそういうのも大事になってきますのでよろしくお願いします。それでは誕生を読みます。13福太郎さん、12トリアスさん、ジッチヒロさん、順ゆいさん、9位プッチさん、8位のみおくんさん、7位せんさん、6位ヘルムビンゲさん、5位帝国さん、4位かまちゃんさん、3位つねきちさん、2位オーマイゾールさん、1位天台うなぎさん、ありがとうございます。ありがとう。そえきさん、ルーペと帽子、あおさんハート、ありがとう。おはよう。もうノースリーブ収めたよ。寒すぎる。さすがにね、あの今ね半袖で寝てたんですけど、長袖まだ出してないから、さすがにちょっともう寒かったので、ちょっと今日帰ってきて配信まで時間があって、夜配信まで時間があると思うから衣替えしようかなって思います。あの今日はね夜ユミリーさんの生誕祭なので、そちらが終わってから乗るから、多分9時以降からかな、9時以降からとかになるんですけれども、またランウェイのお話だったり今日のねお仕事のお話がちょっとできたら、そちらもちょっとできたらなって思うし、よろしくお願いします。炭酸が目覚ましてくれる。あとちょっと飲み切ります。ね、お互い頑張っていこう。あ、え、夜公演11時からなの？ってことは2時間ぐらい、19時、じゃあ20時ぐらいから配信できるのか。やばい、めっちゃうう美味しかった。朝から炭酸しっかり摂取した。いい飲みっぷり、本当にいい飲みっぷりだった。ごちそうさまです。ということで配信を終わりたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。ゲリラだったしね、あのもうめちゃくちゃにでも寝起きすっぴんからまだちょっとマシになるって感じのお顔なんですけれども、今日はお仕事があるということで頑張っていきたいと思います。では皆さんもあの日曜日でね、この後お仕事の方お仕事頑張ってください。お休みの方はしっかりお休みが充実した日になりますように。ではバイチャラポー、またねー。二度寝する方はお休み中。みんな朝からありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。イエイ。